相沢リサの変愛リサーチリサーチーこと電波組インクの相沢リサですこの番組は毎週木曜日の夜に流行に興味津々な私リサチーが今気になることをテーマにゆるりとお話ししていく番組ですはいそして今週も <laughs> またまたクランクインの阿部が アシスタント担当させていただきます。ありがとうございます。ね、あの私しかいないんじゃないかと思ってる方もいるかもしれないんだけど、あのすごいまだ精鋭が控えているので、いっぱいあの見に来てくれたりしてるんですよ、ね。<laughs> そうなんですよ。実は,ね、実は結構たくさんいて、<う>ちょっとまだまだあの隠し玉がたくさんあるんですけど、楽しみだちょっと飽きないようにちょっとお付き合いください。また安心感と癒しがありますから。<laughs> <laughs> そう言っていただけて光栄です。私の暴走を止めてくれるのは安倍ちゃんしかない。<laughs> 今日やばいっすよ。今日やばいっすよ。 2 <laughs> 人で破滅の道に行く可能性もね <laughs> まだ全然、はい、<laughs> あるんでねじゃあちょっとそんな感じなんですけど今週末はですね「コミコン2023」が開幕されるということでうわ これがですねもう本当に大変でして、まあ、あのちょっと説明すると東京コミックコンベンションみたいなイベントがありまして、はい、アメリカで人気の「はい、オタクの祭典」の日本バージョンなんですけれども、はいはい、千葉幕張メッセで12月8日から10日まで開催されるイベントなんですけれども、はいはい、なんと今年はゲストがやばいやばいですよ、もうちょっとみんなね CM 見て、ね、知ってる人もいると思うんですけど。 どうした本気すぎて私かも推しがね一斉にきますね <laughs> 大変ですよこれ大変私マッツ・ミケルセンさんとトムヒドルストンさん特に好きなんですけどいやでも本当いや大変だい、ね、合計今のところ十名ひえーヨアン・マクレガーさんクリストフロイドさんナ、ね、タリア・テナさん ホームクレメンティエフさんとかちょっとふどんどん増えてってますよねそうですよねエヴァンジェンディーテムーラ・モリンソンダニエル・ローバーすごいベネディクトカンバーバッチも来るってなった時点でもうなんかあえそう時空歪んじゃって違うユニバースに飛ばされたかと思っちゃうくらい <laughs> 現実かな現実本当に夢じゃないっていう本当に私はその 魔法使いい多めの年と言われていてあ本当でですすねそうなんですよナタリアテナが「ハリー・ポッター」に出ていてマッツもファンタビー出ていて、うん、カマバチはストレンジでトム・ヒはロヒで確かにマッツもだってどっちかって言ったらねそのマーベルでも割と魔法使い系でしたしねそうですねそう、うん、ストレンジも出てますもんねそっか すごいですよねもこれだけで映画撮れるんじゃないかってくらい,やーいありがたいありがたいやこれで映画撮ったら大変なことだなてや,るもいや本当にもカオスひっくり返っちゃうぐらいのスターだらけ大変なもう金額が置いてる <laughs> そうですねお金の面も今回はあのコミコンとは何ぞやをか解剖していこうと思いましてリサーチーのコミコン出来お伺いしていきますで私もでもでコミコン っていう存在をちゃんとしたのは本当に数年前とかでそれこそ多分2019とかそれくらいに私は急激に、あのー、マーベル作品にはまってうん、うん、それとは別の方向であのマッツ・ミケルセンさんはなんかいろんな映画もドラマかな多分「ハンニバル」のドラマで懐かしい見てうーわーってなって。 こりゃたまげたみたいな <laughs> 羊たちの沈黙のハンニバルレクターの前日なんですよね <laughs>、はい、ドラマ版のシリーズを見て、うん、びっくりしてこんな人がいるのかと思ってたらちょうどその 来日される。でも来日した時はその時はねトムヒが来てた年に私は自分のダンスレッスンが終わって <laughs> 1>, <laughs> 1年前から予定レジナルにダンスレッスンだってって終わってから <laughs> <laughs> 幕張に飛んでわって <laughs> 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 うわって言ったけどもう遅かったから最後の最後だからちょっとグッズとかは公式グッズゾーンはもう閉じられてて買えなかったんでその横の。 T シャツとかいっぱい売ってるゾーンで私は今日着てきたんですけど、うん、その T シャツを買って <laughs> で「はあ?」って思ってたらちょうどトム・ヒのステージ始まって「やったー!」って言ってその時あのヒゲもじゃのトム・ヒが来てくださってました。 わーそうなんですね、はい、じゃあ結構長めにウォッチ数年ウォッチし続けてる、はい、毎年ああここは一応スケジュール押さえておかなきゃなって <laughs>、ね、12月の初めか11月末はなんとなくこの辺かなーなんて思ってはい、はい、思うようにしておりましたでもこんなに一気に来てくれるとは何<や>かそうです、ね、大阪コミコン待つ来てくれてた時があったので結構私が好きなのを知っているファンの方から「今日は大阪に来ないの?」って 統一権出るよって言って、朝今から行くって。ファンの方までもが でもゴールデンウィークだから仕事もあったりしてねーとか言って <laughs> みんながでもいろいろ自慢してくれてその自慢話を聞くだけでキャーってなってて<ー><あ>ファンの方もじゃあコミコン行かれる方いっぱいいるんですねもう本当にチケット撮影券とかをゲットして撮ってきたよってう,う,、うん、<laughs> うわ本当だ <laughs> 自慢 <laughs> 自慢してくれるファンがコスプレイヤーの方とかでコスプレでスパイダーマンのコスプレって参加してるルー,ーファンの方とかすごいそうなんです結構本当に MC 作品もそうだけどこういう映画だったりとかもうコミコンに本気で遊びに行ってる方も何人かいらっしゃるので、えー、みんなと話すのが楽しいこれまでこの,あの番組でもいろんなテーマを扱ってきたんですけど、うん、ユダチーのファンの,この幅の広さアンテナすごいいつもついてきてくれてて、うん、すごいなと思いますね。でももやっぱこれも 私その自分の名乗りみたいな自己紹介「2.5、うん、次元伝説」って言ったんですけど、はい、めちゃくちゃ成功な2.5次元なのか思って,て <laughs> ファンタジーが本当に現実世界にあるぐらいに錯覚させてくれるくらいもう素晴らしい作品と映像と役者の皆さんとっていう感じなので夢が詰まってる <laughs> いや本当ですよね。本当に, <laughs> 本当に今回豪華でもう ステージが今から実現するのかまだ信じられてないくらいめちゃくちゃ豪華なんですけどちょっと推しトークということでミサチーのそのマッツアイトムヒアイをちょっと聞いてもいいですか<ー>いやもうマッツミケルセンさんに関してはなんかもう遺伝子レベルで好きなんですよわ, <laughs> <laughs> わーって言って なんかファンの方に好きな男性のタイプとか冗談で聞かれるんですけど、まあ、血のりの似合う人ですかね <laughs> マッツみたいな <laughs> <laughs> 血のり正直これはちょっと放送できないかもしれないけどすごい初めて聞きました好きな男性のタイプ、はい、血のりが似合う人マッツが頑張って頑張ってボッコボコになればなるほどテンション上がるみたい,いやでもそうなんですよねマッツってななぜかこう悲しい顔とかそ辛そうな顔すると より美しくなってそう女優泣きするんですよね <laughs> おーい, <laughs> いやそう涙がもう本当に宝石みたいな輝きをなんか理不尽な結構内容というか <laughs> 理不尽なストーリーの映画とかのマッツミケル戦闘が超好きで <laughs> なんかそういうのを見て来ちゃってるんで <laughs> ちょっとギャップにやられるところもあるかもしれないですなんか写真とかインスタとかのジャージとか <laughs> え アディダスを。を <laughs> <laughs> 普通の時スーツでめちゃくちゃかっこよく決めてるじゃないですか。はい、なんだけど私服が割と。そうですよね。<laughs> なかなか。カジュアル。カジュアルな。あと。あの嫁とすごい仲がいいところもいい。あ、そうですよね。癒される。わかります。はい。ね、現代にね、本当にナイツの、ナイトの称号を持ってるので。そうなんですよね。超えすぎるなと思って。 めちゃくちゃあのこのホームページに載ってる写真結構サングラスでめめそうなんか一人だけプロフィール写真でサングラスかけてうどうなんだって思う, <laughs> そ,うそうなんですよ<私>あと引きなんですよねめちゃくちゃちょっと引きでこれが CM 流れるためにちょっと面白く見ちゃう、ね、<laughs> サイトで載ってるのがすごい並びがまた結構別格感がありますよねさすがですね <laughs> 多分前回もうあの前番組じゃないところで偽りなきものが私 好きだと大好きです。ねああいう偽りなきものは結構あの冤罪をかけられてしまうというか、う<が>冤罪をかけられて、なき罪をねぶらされてしまうっていう。そう職も奪われ、うんうん、妻とも妻にも嫌われみたいな、うん、本当に悲しい話で、ムラ八分されるんですよね。そうなんですよ。だけど似合うっていう。<laughs> なんか似合うんですよね。ねこれまでこう。 縛られ拘束されてマッツたくさんね <laughs> なぜかなぜか毎回監督が縛られてるマッツを取りたがるっていうねいや多分ちょっとそういうマッツが好きなんですよね <laughs> そんなマッツがやっぱ日本に来てくれるやっぱよっぽど気に入ってくださったんですかねですかねそれはまた嬉しいですよね 2, 2>, 2回目で立て続けに来てくれるのがでまたトム・ヒドルストンさんね この方も結構癖のある役多いですよね多いですトム・ヒドルスタンさんはロキとかでもちろん好きになったんですけど、はい、ロキも嫌な役じゃないですか嫌な役結構映画,の映画の方が嫌なやつなんですよすぐ逃げたりすぐちょろまかしたりなんかやるタイプなんですけど、うん、なんかでもそれが似合うんですよねいやそうなんですよ、ね、このなんか太陽を浴び浴びずに生きてきた感じというかうんなんかちょっとすごい タイトルをちゃんと調べてこいって感じですけどすごい高層ビルのマンションの話ハイライズですかねとあれもすごいやばかったしうん、うん、あとヴァンパイアのあクリムゾンピークですかね <laughs> 全然名前出てこない <laughs> なんか本当にいろんな役をやれるけど、うん、本当に癖の強い役がとにかく似合わ、うん、似合うそう説得力を生むんですよね、うん、そんな役柄ヴァンパイアの役なんてね なかなかできないんですけどこの瞳綺麗な瞳と色の白さとんなんか不思議な深み、うん、があるそれこそ今ロキのシーズン2が終わったばっかりでお話ししてるんですけど、はい、シーズン2私シーズン1より好きだったんですけどいやでも私は正直最後6話目でなんかちょっと言葉を失ってしまって。うんや でも自分の中ででいいっぱ処処理して処理ししててもこれはあのこっからちょっと見てない人はまだ聞かない方がいいかもしれないですけど本当にいろいろ策本当にみんなを守るために自分が大切なものを守るために頑張るロッキー泣けるみたいな,な、ね、今までだったらもう面倒くさいってやめてるところを何百回でもやってやってやりか直してでもやっぱりダメだったんだってなった瞬間の諦めた時の。 もう季節なすぎて、うん、あのとあるワンカットがあるんですけどドアップになった時に悲しみと嬉しさといろんな複雑な感情が混ざったどんピシャな顔をするんですよねトム・ヒがなんかもう愛を知ったんだなって思って、うん、うわーってなってどの感情にも見れる表情あれちょっと鳥肌立っちゃいましたねかあれを見た瞬間なんか ってなってしまって見たんだけど感想を一言もつぶやけずに今まで生きてて <laughs> でもなんかインタビューで、うん、ま今回の本当に集大成だからみたいなこと言ってくれて確かに、うん、ロッキーは頑張ったそうなんですよねやれるだけやったしなと思ってなん,なんか今やっと腑に落ちてきてます、うん、なんかこれまでこういたずらの神とか言われて、うん、ちょっとね お兄ちゃんに嫉妬していらんこととか、はい、ちょっとねしてしたりちょっとニューヨークをざわつかせたり、はいろいろ結構悪い役だったんですけど悪い子だっただそうだけどこう愛嬌があってこうなぜかヴィランなのに好きになっちゃってたそうなんですよなんか毎回キュンとさせられてそうそうなんですよあれみたいなでも<あ>なんか。 最後ロキはこれなくなったのではなくて永久なものになったと私は踏んでるので今もロキに見守られて私は生きている。なるほど。はい。私たちはそうだよ。今はい。ロキのおかげで我々は今生きてますよ。ロキが私たちを見守ってくれてる。気になる方はぜひドラマシリーズね。あのスッキリ見れますのでね。めちゃくちゃ。はい。六話しかないのでサっくりシーズンワンはこうマルチユニバースを開けて。 にはその日にこうタイムトラベルが現象が起きちゃうっていうのと、うん、時間管理をするその曲が大ピンチでみんなが消いちゃうんじゃないかっていう、はい、大ピンチをロキがどう救うのかみたいな話、はい、になってます。ぜひぜひ見てほしい。でもこの結構今回のロキの1,2のシーズンで今後のまあマーベル作品のがどんな感じって、うん。 結構やりたい放題にできるぞこれはみたいないやそうですよね、はあ、やりたい放題になったんですよ、うん、世界線が、うん、そうなんですよ、はい、まだまだ MCU って足を止めないなっていう終わり方でしたよねいやもうずるいですよ世界、うん、宇宙次元時,時空を超えてきてるから <laughs> 何でもできるじゃねえかってなってるんですけどいやそうなんですよ はい。ちょっと、そろそろみんなね、気になってる方を、そろそろ追いついてほしい。<laughs> まずいぞ。<laughs> そろそろ。そろそろ追いつかないと、生きてるうちに追いかけるの大変になってくるから。<laughs> そうですよね。頑張っていこう。そう、リサーチーとね、あの、お話ししたい人もね、いると思うので、ちょっと頑張って、リサーチーのために追いついてくれたら。お願い。<laughs> <laughs> リサチがお願いしてますよ皆さん見た人としかやっぱなかなか喋れませんからねそうなんですよね<う>なかなかね見たと見てないとじゃあ結構そうなんですよそれでいうとマーベルズもなかなか良かったですよね、はい、マーベルズ私大好きでした本当もう女の子3人がこ,う、ね、これまできょ孤独に戦ってたキャプテンマーベルが、うん、モニカとカマロを鍛えてチームアップして敵に 挑んでいくっていうストーリーなんですけど、はい、どの辺がリサーチーは好きでしたか結構最近のマーベル作品ちょっとシュンとすることも多かったしあのどうなっちゃうんだろうみたいなうん、うん、結構切ない話とかも多かった中であなるほどねうん、うん、まだまだ新しいことやってくんだなみたいなのを感じたしだ、うん、そのカマラちゃん、うん、え推しと 推しの友達の娘とかに会ったら「消し飛んじゃうんじゃない大丈夫そうってと思ったんですけど <laughs> カマラちゃん魂がめちゃくちゃ大人だから、うん、あの中でちゃんとつなぎになってくれててすごい3人の息がいいんですよ。なんかったというかうあの素直さがプライド高めなんじゃないかな、うん、キャプテンマーベルと思ってたんですけど。うんうんうん その素直さがめめちちちゃくちゃめっちゃくっいいですねなんか今のその時代でもそうだけどこう女性がなんか一人で自立して生きていかなきゃいけないみたいなうん、うん、自立してない女性はみたいな言われ方をするから自分一人で頑張っちゃう子が多いなと思ったんですけどうん、うん、でもやっぱり自分にできないことは仲間得意な人に頼んでもいいじゃないみたいなところまでな感じて、うん、はあ いそうですよねリサーチーは実際にこう電波組のメンバーに助けを求める瞬間とかい<あ>いっぱいあるんですかね私はいっぱいありますね <laughs> あの本当にリーダーやらせてもらってるんですけど本当ぼんやりしてるんでん<の>そんななことないけどい <laughs> FC イベントとかであの出演前にお弁当とかみんなで食べるじゃないですか、はい、気づいたらここにご飯粒つけたま <laughs> イベント出てて「あ,あご飯粒ついてた」<laughs> ごつぶ、うん。結構脇のチャックとかりさ <laughs> ちゃん脇のチャックがいてるよあげてもらったりとか <laughs> っと結構そういうことで本当に細かいことまで助けてもらってますねあやっぱチームワークっていいですよね大事ですよ仲間ってね大事だよいや本当にだからね孤独なロキも仲間を見つけ、うん、成長していっていまあそんなこの MCU 熱が熱い中では コミコンがやっぱ行われるってすごいタイミングですよね大変なことですよナイスタイミングすぎてうん、うん、すごいや今年リサーチ行くとしたらどんなことをやってみたいとかどの部数ス行きたいとかあります でなんか今だから毎日そのコミコンのサイトをチェックしてるんですけど、うん、なんか今すごいもったいぶられてて <laughs> あんまりまだ今の収録現時点であんまり普通の内容とかまだ内緒にされててで、ね、現時点ではまだまだだ明かされてないですよねそうなんですこれからどんなグッズが出るかとかどんなブースが出るか多分放送の、ね、タイミングでは、うん、もう出てると思うんですけど、ね、結構会場に行くとそ,のそこで最初に。 予約ができるフィギュアとかそれをすごい間近で見れたりあと大きい等身大サイズのそのフィギュアとかと一緒に写真撮れたりとか車あったりとかめちゃくちゃ楽しいので,、うんそ,でね、その辺はやっぱチェックしたいなってすすごい思ってますね,ね実際の映画で撮影で使ったものとかもたくさん飾られてて。うんうんうん あと、コスプレイヤーさんとかもたくさんいて、はい、もうなんかみんなの熱量がすごいですよね。すごい。<場>本当にみんな楽しそうだし、実はでも絶対行く日決め決まってて、あ,<れ>あのもちろん来日するんで9日気になってるんですけど、<れ>実はなんと私12月の8日。 デンパグミンクでお仕事でもお邪魔させていただけるんですようわーうそーすーごーいやっごいコミコンに関われるたぞーコミコンの仕事いただけるってもうおタクにとって夢ですよねいやーお金を払ってでも出たかったいやーすごいでも今回そのライブステージってのがあるんですよねうん、うん、アイドルステージっていうのがそのコミコンの中でも組まれていてそこになんと電波組ミンクも夜の部ですかね19時35分から20時頃までの メインステージの方にライブをさせていただけるということでもう本当に愛と感謝を込めてライブさせて泣いてるかもしれない,私 <laughs> いや本当毎年私もライブ見て帰るんですけどあのお宅の熱量とあと音楽のんかやっぱ一体感がやっぱすごい熱くてめちゃくちゃ盛り上がるステージなのでそこでリサーチが立つってなるともうちょっと泣いちゃうかもしれないですよど ほとんどの方単関連番組知らないと思うので、あの、良 <laughs> ければ、もし現場にいらっしゃるオタクの方いらっしゃいましたら、めちゃくちゃ応援しに来てほしい。いや、<laughs> 本当12月7日に配信なんですけど、はい、あの、1日でロキー全部見てきてほしいですね、<や>じゃあ、ね。いや、もう本当に。いや、あの、もう来てからでもいいよ。<laughs> 来てからロキー後で見てもいいから、<laughs> <で>とにかく来てほしいですね。で、コスプレとかしてる人はね、もしかしたら、ね、スパイダーマンとかでおたげしてもらえたりするかもしれないですね。<laughs> すごい、すごい。やったやった。夢の 夢だ。夢の。めちゃくちゃレスしちゃうかも。マスクだから。マスクだから私のおしじゃないかもしれないけど、めっちゃレスしますね。それぞれのカルチャーオタクっぷりをね、みんな出してもらって。はい、コスプレイヤーさん来てくれたら、めっちゃレスしちゃうかもな。まあ、<laughs> 皆さん、何かつけてきて。いかがでしょうか。ね、ぜひぜひ。すごいですね。コミコンのステージに立てるって。やばいですよね。<laughs> 震える多分今年一緊張するかもしれない <laughs> 年のせですけど <laughs> ああヒーローたちに生半可なライブは見せられない,っつっいでもあの思いとパフォーマンスがねあのゲストの皆さんにも届くかもしれない,い、はい、届くかもしれないから夢の頑張るよ いや、めちゃくちゃ、骨子のコミコン、ほん熱いですね、それを含めてもね。本当に、なんかもう運使い切っちゃったかもしれないです。<laughs> 後の本当年の瀬は本当に静かに落ないと、たぶんなんか大変なことが起きちゃう。<laughs> 落とし穴とか落ちるかも。<laughs> 怖い大変大変ちょっと硬めの地面歩いていきましょうね地盤のいいところいいなるべくコンクリートを歩いていきましょうかききた、はい、そうしたいいと思います、ね、<laughs> まだまだねちょっとどう回るかとか、はい、何食べるかとかねいろいろ喋りたいんですけどねそうなんですよ絶対だって楽しいグルメなんかグルメもねいっぱい出るそう毎年ねキッチンカーみたいなの来たりそう今年もいっぱい来るよみたいなの告知がされてた。 そうなんですよ職場楽しいんですよね,ね<え>実ね職も楽しいぜひぜひ皆さん初めての方もかなり楽しめますよねそう,、うん、そうなんですよ好きな映画とかがあったらグッズとかゲットしたり、うん、私も毎年ファンコポップという、うん、あの目が大きいフィギュアがあるんですけど<お>それを集めにさせと<ぁ> <laughs> 行ったりしてますぜひ皆さん遊びに行きましょう一緒にはい、はい ま代りでね。お会いできたら嬉しいですね。本当ですね。ちょっとクランクイーンの皆様もいらっしゃったら、はい、クランクイーンのみんなも取材で大忙しですね。 しっかり働いて、はい、しっかりあのチラ見しつつ。はい、でもあの記事楽しみにしてますんで、よろしくお願いします <laughs>。いい写真撮れればなと思います。はい、ということで、いや、皆さんぜひぜひ、あの良ければね、こう。いった感想とかも、これ辺はリサーチもつけて、喋っていただけたら。ね、わかる。みたいになって。で。 行くのちょっとまだこれからなんだという方もちょっとまた今年のおすすめいっぱいしゃべりたいので、うん、あ質問とかあったらどしどし「はい、ハッシュタグが偏愛リサーチ」こちらをつけていただきますと後で私たちもたどれるので楽しみにしております。はい,はいそれではまた木曜日の夜にお会いしましょう